兵庫県内の公立高校で今日入学試験が行われ、およそ2万3000人の受験生が試験に臨みました。このうち神戸市灘区の県立神戸高校では午前8時前から受験生たちが集まりました。自分のできる限り精一杯やってきました。最近だと1日5、6時間はやってでここ決めたのがカルタ部あるから。理系の高校じゃないですか、なんか、だから自分は理科とか数学が好きなんで、その力を高めたりしていきたいなって思ってます。塾行ってる時間とかで3時間とか今日はその努力を発揮していただきたいです。発揮してもらいたいですじゃあ頑張ってね、いってらっしゃい。兵庫県ではまん延防止等重点措置が適用される中での高校入試となり、県は体調不良を訴える受験生や濃厚接触者でも無症状であれば別室で受験できるなどの対策を講じています。兵庫県教育委員会によりますと、今年の公立高校の入試は全日制で、去年と比べ670人多い2万2913人が志願しました。また平均倍率は去年より 0.01 ポイント高く 1.05 倍となっています。公立高校の入試の合格発表は今月18日です。